ではですね、本日3人さん来ていただいてますけど、その他のメンバーの、紹介の方もお願いしましょうかね。はい、まずはどの子かな。あ、はい、ニコちゃん。はい、坂口ニコちゃん。はい、この子はどんな子なんでしょうか。はい、はい、この子はですね、うん、高見知花ちゃんと高見知花ちゃんと同じ2年生でございます。はい、東京からの転校生で、こう他のメンバーは静岡県の、沼津市が出身だったりとかなんですけれども、はい、この子だけは東京からの転校生で、うん、音の木坂学院というところからこう転校してきた、はい、の学校だった子なんですけれども、すごく性格で言ったら真面目ですかね。まあなんかこうイメージとしてはやっぱ清楚と言いますか、すごく落ち着いてる感じの子なんですけれども、なんだかこうみんなを包み込んでくれるような、ちょっと母性っぽい感じと言いますか、あるある、そう、そういう温かさを持った女の子で、あ、リコちゃん、そうだ、9月の19日がお誕生日だ。そう、あ、そうですか。そう、今月だ、今月か、そうだ、9月になったんだ。そう、そう、なんか、そうです。セプテンバで。好きな食べ物はサンドイッチです。一人ずつ結構な情報ある。確かに。結構な情報ありますよ。やっぱり喋れない。喋っちゃった。はい、続きまして、続きまして。はい、はい。お姉ちゃん。ダイヤですね。ダイヤさん。ダイヤ、ダイヤさん。ダイヤさん。ちょっと面白いですね、ダイヤさん。黒沢ダイヤちゃんは、松浦香菜と同じ3年生で、この浦の星学院の生徒会長をしています。お姉ちゃん、そしてルビーのお姉ちゃんでございます。はい、メイカの生まれのお嬢様の、はい、網元ですよ。ハキハキした性格のように見えて、実はちょっとポンコツ。怒っちゃうからいないから、今日はね、とても厳しそうに見えるけど、その中にまたそういう理由があったりとか、ね、はい、あるんですよね。はい、そしてどうも、ようちゃん、ようちゃん、ようちゃんです、はい、この子もちかちゃんとりこちゃんと同じ幼なじみの、うん、あ、幼なじみじゃない、2年生の子で、ちかちゃんとは幼なじみです。ちかちゃんと幼なじみ、そうなんですよ。で、高飛び込みの選手なんですね。かなり運動神経がすごく良くて、ダンスとかをみんな見て面倒見てくれる、はいはい、そんなボーイッシュ系な女の子です。はい、はい、うん、ヨーサローという、あ、コメントとかでも、そうですね、はい、たくさん流れてるんですけれども、はい、ヨーサローという言葉がこうキャッチフレーズというか、なんていうか口癖ですね、はい、口癖ですね。そして、はいはい、あ、ヨシコちゃん、ヨシコちゃん、怒るかな、ヨシコちゃんです、ヨシコちゃんですね。この子は、黒沢ルビーと一緒で学年が1年生ですね、はい、で、なんか自分のことを打天使だと思い込んでる女の子で、そこでちょっと悩みが、うん、あるんですけども、ちゃいます、ね、そう、リトルデーモンをこう従えてるんですけど、すリトルデーモンを、ね、彼女は従えてるわけですよ。私が女の子じゃない、彼女がヨシコちゃんがそうなだけであって、そうですよね、そうです、見てるから知ってますよ。すす、ルビーはリトルデーモン4号です、はい、はい、そしてはい、これはハマルちゃん、はなまるちゃん、はい、ですね、ルビーと仲良しの同じく1年生ですね、はい、なんか本が好きで、はい、でのっぽパンが好きで、うん、でちょっとこうずらっていうかずらってちゃう、お寺の子なんですけども、なんか方言でちょっとずらずら言っちゃう子なんです、ね、はい、そうです、とても可愛い子です、うん、はい、そしてもう一人かな、はい、マリですね、はい、こちらは3年生で、小原マリちゃんは、うん、みんなと同じ、みんなと同じみんなと同じ3年生って何松浦香菜と同じ3年生で、あ、はいはい、こちらも理事長をしています、はい、なんか3年生はみんななんか職があるんですけど、そうなんですよね、カナだけ職がないんですね、うんうんうん、あれあれあれで、カナと同じ淡島というところに住んでいて、うんうんうん、淡島ホテルっていう超高級ホテルの、うんうんうん、お嬢様です。金持ちだ。すごい。はい、ということでございます。もうざざっとね、簡単に紹介するとこんだけ、はい、いますけど、もちろんそれぞれにですね、見どころもありますしですね、うん、背負ってきてるドラマとかもあるんでございますけど、はい、そんな、アクアの皆さんが歌う曲の PV も、本日ご用意していただいたということでですね、こちらも早速見てみましょう。じゃあ曲紹介お願いいたします。はい。テレビアニメラブライブサンシャインオープニング主題歌。はい、もう前編で見たいんでございますけど、お時間の関係もございましてですね、はい、さあということでゲストの皆さん、まだまだお知らせしたいことがあるということで、告知タイムをかけてゲームチャレンジしていただきましょう、はい、題しまして、はい、1位を当てましょう、
はい、今から4択の問題が画面上に表示されます。ユーザーの皆さんにアンケート投票していただきますので、どの選択肢が一番多く投票されたかズバリ当ててください。1問当たることに5秒の告知タイムをゲットでございますよ、ということでございまして、まあ、説明受けてるかと思いますけど、作家から、はい、セリフとか言うてもらいます。はい、ね、はい、誰からやる、誰か一人、はい、はい、じゃあ稲見さん、どれにしよっかな、怖い、どれにしよっかな、これしよっか。新学期スタート、久しぶりに会ったクラスメートの女の子に言われて一番嬉しいのはどれ。これ1番からちょっと順番にいただきますかね、はい、じゃあ、すごい、じゃあこちらカメラじゃないですよ、いきますよ、1番、はい、また今日から毎日会えるね、いやー、すごい、何を言ったんだ。2番、2番、会えるね、嬉しいね、でした、うん、はい、あ、失礼しました。2番、はい、2番、久しぶり、あれ、なんかちょっと大人っぽくなったね、ドキッとしちゃった。あ、最後の吐息の感じがたまらない、ね、難しい、かわいい、学生に戻りたい、はい、3番、どうせ夏休みの宿題終わってないんでしょ、見せてあげるから今日うちにおいで。おー、そんなこと言っちゃった、なんだろう、マジでね、うちにおいでって、うちにおいでって言うか、現地取りましたよ今。おしゃ行くぞ、おしゃ行くぞ。4番、全然遊び足りないよ。ね、この後プールでも行かない？あ、今私の水着姿想像したでしょ。もう。かわいい。なんですかそのちょっとプクの横目のやつ。素晴らしいですね。さあ、一番、三番、四番、どれがいいのか皆さん投票スタート。選べない。そうだった。そうだそうだ。選べないよこれ。聞き入っちゃいましたよね。さあ、一番、二番、三番、これでユーザーさんがどれに、投票するか、どれに一番投票するかを当てたいんですけれども。みんな的にはどれが良かったですか。四番。四番だよね。四番のこの全然遊びたくないよ。そうですよね。ずるいわ。的にはだって稲見さんのキャラクターも含まれてますもんね。稲見ちゃんだったらどう言ってほしいかみたいな、まあありますもんね。どうですか、2番の感じあります。あー、久しぶり、はい、あれ、大人っぽくなったね、ドキッとしちゃった、うん、もうちょっといいですよね。ちょっといいですよね。大人的には4番ですよね。3番問題ありますよ、見せてあげるから今日うちにおいで。いや、これはちょっとね、これはカモナマイハウス問題ございます。はい、投票終了。さあ、決めてしまいましょう、どうしましょう。何番にする。4番ね、4番ね、どうでしょう、 OK、 4番ということで結果見てみましょう、どうぞ。すばらしい、あ、すばらしい、あ、すごい、3番、4番、0.1%、すごい、やっぱカモナマイハウス問題と接ったんですね。いや、3番も良かったですね、3番も良かったですね、これ悩んだ、素晴らしい、でも4番。さあ、じゃあどうしましょうかね、じゃあ、浅田さん、こっちお願いしましょうか。楽しみ、嬉しいのはどの告白でしょうか。もうそれぞれ、もう、はい、1番、ストレートに目を見ながら、あちらのカメラお願いします。はい、はい、好きです。これこそ、ね、ストレートに、これこそでございます。2番、ツンデレで付き合ってあげてもいいんだからね。ほんまにいるんすかこんな人。3次元にいるんすかこんな人、ほんまに。付き合ってあげてもいいんだから。3番、上から目線です。ほら、さっさと告白しなさいよ、あんまり待たせないでよね。手に負えない、これ手に負えないです。もうセリフ仲間でいいんですよ、笑ってばっかりしたね。出ちゃった、出ちゃった、何言ってんの、唾の中。なんでフルネーム、フルネーム、私か。4番、画面使いで。ねえ、私じゃダメかな。4番ですけど、まあ、多分ですけど4番ですよ。投票スタート。これね、多分ですけど4番です。4番でしょ。4番だと思いますよ。4番だと思います。4番、うん、ダメかなって。ダメじゃないよ、ダメなことあるから、何を言うとんねん。確かにこれはでも1番もすごい良かったですね。やっぱりね、好きですね、好きですわ、もうドキッとしちゃいますよね。一番来ますね。さあ、じゃあ4番でいいですか。もう見るまでもないと思いますけども。いや、4番でしょ。4番でいいですね。はい、投票終了、結果はこうです。出ました。85って相当ですよ。ほとんど。これはもう自信持ってください、自分の上目遣いに。自信持ってください。上目遣い極めます。さあ、じゃあ森山さん、これ緊張するね。これするよ。女の子に言われて一番グッとくるセリフは、1番、潤んだ目で、あちらカメラでございます。
酔っちゃった。かわいいですね。あんまりこういうことしないんだけど。かわいいですね。2番、ちょっと拗ねながら。もう本当に鈍感なんだから。皆さんにお伝えしたいのは、ちょっと拗ねるって時の芝居の時にですね、ちょっと足をパタパタして。いや、言わないで、言わないで。こういうところも皆さんにちゃんとね、お届けしないと。我々ね、いやもう、そう、目撃者なんですから、ちゃんと伝えてくれますけどね。当事者なんで。そうそう。3番、上目遣いです。出ました、上目遣い。今日は帰りたくない。いいですよ、いいですよ。4番、すごく元気に。早く私をさらいに来なさいよ。いいぞ、よっ、やったね。キュンキュンしたか、この野郎。キュンキュンしたか、この野郎。東洋スタートだ。1番でも2番でも3番でも4番でもキュンキュンしたらいいんだ、こんなもんは。ねえ、ねえ。ちょっとなんか、うん、ちょっと面白かったちょっと面白かったちょっと面白かったすまんすまんね。やっぱり僕その歴史の目撃者としては2番のちょっと足ちょっと足がパタってたのがちょっといいなと思うんですけれどもね。どうでしょうね。いやー、かわいかったですけどね。投票終了。さあ選んでしまいましょう。これ難しいよ。どうしようか。2にしますか。2ですかね。2にしてみる。2でかわいかったから2番ということで、じゃあ結果こうなりました。ドン。帰りたくないのでしたね。でも10秒取りましたから、10秒。さあ、じゃあおじさんがですね、10秒計りますので、10秒の間にですね、告知の方バッチとお願いします。いきますよ。はい、よーい、スタート。9月14日、夢で夜空を照らしたい未熟ドリーマーの CD がリリースされました。そして9月27日、ラブライブサンシャインテレビアニメブルーレイ第1巻が発売されます。終了です。終了です。まあ詳しくは公式ですかね。公式ホームページ、公式ツイッターチェックお願いします。アニメのオンエアの方皆さんね、楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いします。ということでございまして、本日のゲストラブラブサンシャインから稲見杏樹さん、諏訪野中さん、古谷大さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、特別研究員からの報告でした。